女王陛下シリーズは、秋津通著、藤田和子、イラストによる日本のライトノベル。キャンバス文庫より、1994年4月から1996年8月にかけて刊行された。本編6巻、概念1巻が発刊されたところで、商業誌での展開は、打ち切りとなり、現在は、同人誌で続編を展開中である。古代中国に似た。 異世界を舞台にした作品だが、登場人物の名前は、分かりやすいからという理由で、欧州系の名前で統一されており、命名法も名声で統一されている。また、一人称視点と三人称視点を交互に入れ替える、手法を取ったことで、物語全体にメリハリをつけ、飽きさせない工夫がなされている。キャンバス文庫全体の不審に本作も巻き込まれてしまい、 第二部の最終巻が出たところで打ち切りを余儀なくされる。しかし、著者にとっては相当思い入れが強い作品で、舞台を同人誌に移し、本作のためだけの同人サークル、乗りに総領事館を立ち上げて、続編を展開している。大陸の東方に位置する大国、乗りにでは、男殺しと呼ばれる薬病が流行したことで、王公貴族の男性の大半が死に絶えてしまい、 国の運営は残された女性たちの手に委ねられた。そんな中、大陸西方の大国、武国は帝国を名乗り、手始めに隣国の列国を征服、続いて乗り国を手中にすべく大軍を送り込んできた。この緊急事態に家徳を継いだばかりのアグネスは乗り国の女王で幼馴染みのエリザベスから諸公会議への出席を要請される。 会議に出席したアグネスだが、列席した諸侯たちは揃いも揃ってとんでもない女性ばかり。しかも、訳のわからないままエリーザベスによって財務教に任命され、軍師のジャネットと共に前線へ送り込まれてしまう。果たして、ノリクニとアグネスの運命は架空の大陸の東部にあるノリクニが主な部隊だが、右国や列国が部隊になったこともある。以下は、同人誌。 乗り国通信等で展開、ありがとうございます。